うまくいかないものですね。当チャンネルではそれこそ昨年からマリナーズのトッププロスペクトであるジェレッド・ケルニックをチームの救世主としてポジりまくってきました。そしてケルニックは先月13日についに MLB 初昇格を果たしまして、デビュー2戦目となるインディアンス戦では初ホームランを含む3安打の大活躍。たまたまその日試合を見ながら配信をやっていましたが、特に初ホームランの時など私のテンションの上がりようについては皆さんもご存知のことでしょう。ここから打線を引っ張る存在となること、もしかしたら新人王もなんて感じで期待が膨らみましたが、その後極度の打撃不振に陥りまして、さすがに状況が好転する気配も全くありませんでしたので、ケルニックは再びマイナーに戻されることとなってしまいました。まあ、要するに MLB で1ヶ月持たなかったと。トッププロスペクトとは言ってもまだ21歳の選手ですので、初めは MLB で苦しむ可能性があることも想定はしていましたが、まさかここまでひどいことになるとはちょっと思いもしませんでしたね。今回はケルニックにとっては辛いデビュー1ヶ月目を落ち着いて振り返っていこうかなと思います。当チャンネルではもう何度もご紹介していますが、ケルニックのプロフィールについて改めて簡単に話すと、高卒ながら2018年ドラフト全体6位でメッツから指名を受けプロ入りを果たすと、その年のオフにカノーラが絡む大型トレードでマリナーズへ移籍。移籍後も順調に成長していきまして、開幕前の MLB.com の球界全体のプロスペクトランキングでは4位、外野手の中では1番となっていましたので、マリナーズのみならず球界全体で見ても特別な才能を持つ選手として期待されています。走攻守揃った5ツールプレイヤーのポテンシャルを持っていて、特に強みなのがバッティング。広角に打ち分ける器用さ、パワーもありますし、それでいてこの若さにして打席でのアプローチも優れているということで、バッティングについては文句なしの才能を持った選手とされています。チーム再建の柱、これからのチームの未来を担う選手であると。がそんなバッティングで文句なしの才能を持っているはずの選手ですが、 MLB での初めての1ヶ月間とにかくこれでもかというくらい打てませんでした。23試合で83打数8安打、打率が0割9分6厘。いや、そんなんなるって感じですよね。極めつけはマイナー降格前39打数ノーヒット。MLB 記録はクリス・デイビスが樹立した54打数ノーヒットという記録があるんですが、ケルニックは危うく記録を更新しちゃうんじゃないかと言いますか、まあ、このノーヒット期間のケルニックは試合に出れば出るほど、打席に立てば立つほど深みにはまって、本人もどうすればいいのかよくわからないくらいに苦しんでいる様子がカメラ越しで見る我々にもなんとなく伝わってきました。正直打てないにしても彼のバッティングセンスを考えれば打率2割2割5分ぐらいはやってくれると思っていたんですけれども、まさか1割切るなんてね。一体何が起きていたのかを今回個人的に思いついたところで挙げていこうかなと思います。はい、まず1つ目、結構ケルニックは狙い球を仕留められていなかった印象があります。甘いゾーンのボールでもファールにしてしまったり、打ち損じてしまったりと、ヒットにしたいボールをちょっと捉えられていなかった気がしますね。で、実際ストライクゾーン真ん中付近の速球に対してのケルニックの対応がこちらの円グラフの通りでして、ファールが全体の 39%、 ヒットはわずかに3本という結果なので、私が抱いた印象はそんなに間違ってはいないのかなと思いました。で、参考までにケルニックが目指してほしい選手、アベレージとパワーを両立できる選手の例として、ナショナルズのフアン・ソトの対応がこちらの通りなんですが、やっぱりファールの割合はケルニックと比べて少なめですし、またヒットも多いですよね。MLB 全体の傾向をきちんと全て調べたわけではないので、ケルニックは本当に打ち損じが多かったとまではちょっと断定はできないんですけれども、スターとなることを期待されている選手であることを考えますと、今のところそのレベルには達していない、 MLB レベルへの対応に苦しんでいる印象です。ケルニックの MLB 昇格のタイミング自体は適切だったと思いますが、 AAA と MLB のレベル差が予想以上に大きかった可能性はありそうですね。2つ目、運も悪かったですね。先ほど挙げたように狙い球を仕留められていないあたり、まだまだ MLB のレベルに適応できていないのはあるにしても、それにしてもケルニック運も悪い。ホームランを除いたインプレー時の打率 BABIP がなんと1割9厘、打率とほとんど変わらないと。 BABIP はだいたい3割前後ぐらいに多くの選手が収まり、またマイナー時代のケルニックはむしろ BABIP が高めではありましたので、それを考えるとさすがにメジャーでのケルニックの BABIP は低すぎ。また打球の質を加味した期待打率 XBA も1割8分4厘と、実際の打率との乖離もかなり大きく、今季50打席以上経った選手の中では XBA と打率の乖離、 XBA と比べて打率が低い選手の中では乖離が最も大きくなっています。
もちろん1割8分4厘という数値がいいかっていうと全然良くはないんですけれども、さすがに打率が0割台になるほどケルニックの打席での内容が悪かったとまでは言えないんじゃないかなと思います。95マイル以上の打球の割合、ハードヒット率も MLB の平均ぐらいですので、そこまで打てていなかったところにさらに不運も重なってしまった結果が打率0割台なのかなと思いました。3つ目、球界屈指のトッププロスペクトということもあってか、他球団も相当ケルニックを研究していましたね。特にシフトでそれが顕著ですが、このわずかな MLB のプレーであってもケルニックは全打席のおよそ7割でシフトを敷かれていまして、マイナー時代の彼の打球傾向をしっかり把握していたようです。そもそもケルニックはここまで全体でヒットを8本しか打っていないので、参考になるかは分かりませんが、シフト時の打率が0割5分3厘、打球傾向を元にしたポジショニングによって運の要素を潰し、このあたりも BABIP の極端な低さに寄与していたかもしれませんね。もうね、21歳に容赦ない。 MLB は恐ろしい世界です。で、最後、多分これが一番大きかったと思いますが、降格前のノーヒット記録ですよね。精神的な部分がかなり悪い方向に影響しちゃった感じです。ケルニックはそれこそずっと野球エリートとして育ってきて、ドラフトも上位で指名されて、でプロに入ってからも順調に成長、 MLB までたどり着いたわけですから、これだけ長い期間打てなかった経験がおそらくないと。なんとか結果を出そうともがいた結果、バッティングが完全に狂ってしまって、ノーヒット期間中の三振率が 41%、 その前の三振率が 17% だったことを考えますと、彼の強みであるアプローチまでもが失われてしまったわけですね。結果を追い求めすぎてしまったがゆえの苦しみと思われまして、マイナーに落ちた後、シアトルタイムズのライアン・ディビシ記者がケルニックにインタビューしていましたが、やはりケルニック自身結果を追い求めすぎてしまっていたことを認めていましたし、また自分自身を追い込んでしまったことを話していました。三振した時に悔しさからヘルメットを叩きつける様子などがたまに映像に映っていましたが、あれは彼が今抱えている苦しみの一端がうかがえるシーンだったんでしょうね。マリナーズとしては本当はもう少し我慢してケルニックにチャンスを与えたかったでしょうが、さすがにこれだけヒットが出ないとチームとしてもリセットさせるためにマイナーに戻すほかどうにもなりませんので、今のこの現状はもうやむを得ないのかなと思います。ということで、多くの人が期待していた即活躍する選手にケルニックはなれなかったわけですが、もちろん私自身もすごく期待していたのでこうなってしまったのは一言で言えば残念ではあるんですけれども、ただ忘れてはいけないのが、彼まだ21歳ですからね。まだまだ立て直すために十分な時間は残されているはずです。今 MLB で活躍しているスター選手を見渡しても、例えばエンゼルスのマイク・トラウトだって今でこそ MLB 最高の野手ですが、1年目は打率2割2分でマイナー落ちも経験していますし、ドジャースのムーキー・ベッツも MLB に定着するまでに2回マイナー落ちを経験しています。キャリアの最初期からずっと MLB にいなくともスター選手にはなれるわけです。ケルニックは非常に自分自身に自信のある選手で、多分 MLB で活躍できることを信じて疑っていなかったでしょうから、今回のこの1ヶ月間は彼にとっても残念なものだったとは思いますが、この挫折をバネにして一回り大きくなった彼を MLB でまた見られることを楽しみにしています。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。